もともとはその患者さんもそこで運転が苦手な方でも駐車場広いんでね、うんうん、雨で。まああれですよね、その、VIP の車のサイズでね、作られてるからだと思うんですよ。左側にもあるし、ね、だから駐車券が、はい、やっぱりね、こういうところね、どこに基準合わせてるのっていうことが、あのね、ラグジュアリーって言うんですか、うん、あのウエスティンホテルなんかも本当年に1回ぐらいしかお小遣い貯まった時しか来れない私ですが、あの、ね、ネットで、はい、すごくお得な割引とか見つけて、泊まった時気持ち弱ったそのウエスティン。あ、なるほど、はい、ウエスティンさんはこの、下がオフィス棟になっていますが、はい、上がホテルじゃないですか、はい。でもう一つ、まあ、レジデンスというんですかね、あの住居エリアもあるんですね。院長はそっちなんですね。みんなこれ個人情報ですけど、どんどん個人情報になっちゃうかな、ちょっとね、うまくちょっとね、ほどほどにしないと、でね、あのね、これね、ピーとか入れると面白いかなと思って。いや、まあ、はい、ね、こういうふうにね、元はここだから東北学院高校があって、そうなんです、ここ長らく工事中でしたよね。そうなんですね、うん、それが震災の半年前にねオープンし完成しました、ね、あの森ビルですね。そうですね、はい、うん、あそこもだからね、森ビルと森トラストっていう違いがあったりとか、いやあのね、仙台の皆さん、あの森ビルは不動産業界の人は詳しいと思うんですけども、私東京で青春時代を送ってまして、六本木、赤坂あたりではですね、皆さんあのホニャララガーデンとかですね、なんとかプレイスなんていうところ、みんな森さんですからね。日本の不動産業界ナンバーワン。こうあのね、あのでまあビル賃貸まで含めると、うん、トータルの企画力素晴らしいなという思うんですよ。やはり仙台もそういう管理運営会社さんがねやってくれたのにすごくこう感謝。これはね東京建物っていう、はい、仙台ビルを上手に作るんですね。ガラス張りの塔ね。今度はね、この電力ビルを建て替えしてビルを2つ作るって。おお、この、まあ老朽化といいますかね。そうですね。電力ビルさんはかなりまあ古くなって伝統的な感じでしたが、いよいよ建て替え。そうですね。東京建物さん。はい。おお。そして、はい、こういう風に今から仙台西道路トンネル通ったりも。はい。ちゃんと行きやすい場所にいるんですね、うんうんうん、全部左左っていうたまたまじゃないの。そうです、皆さん事故の発生はですね、右直事故が、ね、危険な確率を減らすことにより安全を追求するというそうですね、右に曲がるときに事故って確実に多いんですよね、そういうことを院長は左折左折で進む道順を、そう、患者さん来るときにあらかじめ入りやすかったりとか、事故が少ないようにとか災害少ないようにとか、なるほど、ね、院長自身の他に患者さんだって働く従業員もだって来るとき、それ右折で来て事故したら、うん、ごめんねってなっちゃいますもんね。なるべくそこの場所に来やすいようにっていうのは、この青葉城だったり、まあ、東京だったり京都の街づくりも考えてられてるだろうなと。そういうことなんですよ。誰がねそれをこう準備してくれるかっていう街づくりとかね、あとはこの立地どこにするんだいっていう時に、やっぱりねちゃんとしたこうポリシーというんですかねビジョンというんですかね、うん、徹底するそこの理由、院長は徹底してますよねある日突然気がついてしまったんですね。もうこれ やらなきゃもう、確かに危険の確率減らせば気持ちいいですもんね、そう不安がなくなっていく、そういうので、まあ、前回の天皇陛下がやっぱりいろいろ情報に詳しいのかなっていう、あの松並さん動画でちょっと天皇陛下シリーズちょっと火災数多かったみたいな、あれねビッグキーワードなんですよ
日本でね、まあ天皇陛下語る YouTuber は、まあ武田恒義さん筆頭に、あと皇室評論家とか、いますけど、あの、これビッグすぎて、大炎上の確率はあるかもしれないんですけど。で、今回のが、はい、その、町並みさんの中で、はい、こう、ランク、ちょっと2番ね、三浦春馬さんが1番ですかね。三浦春馬さんは、これはね、残念な、あの、まあ、事件といいますかね、あのタイミングで、たまたま私公開していた時に、タイミングバッチリだったんですか。バッチリっていうとね、はい、なんかこう、不謹慎になっちゃうんですが、はい、あの、ファンの皆さんが、はい、ものすごくこの動画をね、みんなで追悼のコメントかけてくれるようになり、コメント500とか600とかコメントついてるんですよ。でこれがまあ町並みチャンネルでは最高再生数186万回いってるんですよ。そうですよね。ですので唯一100万回超えの動画なわけなんですけど、第2位はただいまお寿司屋さん。そうね、そう1万回を超えればなるかなとか、はい、で今年もなんかあの、自転車、自転車もやるみたいだけども、お父さんは自転車は、自転車はですね、最近は行ってないで、今ね、ワーカホリックなんですよ。もうお仕事に全ての時間を費やすことを、今年2023年のですね、後藤の目標としましたので封印しております。自転車を封印して、取材だけ、取材です。2人とかはそれもですね、今老人ホームと学校と院長と、そういうのもう時間が、自転車の大会は今年も開催されて、そうです。あとは道端さんみたいな、道端カレンさんと中西さんという元サッカー選手、なんかちょっとね、テレビに見かけて、そうです、あの町並みさんの再生数でもね、道端さん上に行ってるから、はい、そうなんです。あの頃はね、自分も一緒に走っちゃったりして、はい、取材すると他のニュースの方よりも、はい、絶対にいい映像撮れるじゃないですか。ということでね、あの走りながら、自転車で走りながら撮影をするというためにですね、まあその時にこの GoPro 買ったりですね、GoPro も自転車用でしたし、はい、ちょうどそういう機材がありますので、車の車載動画、いろんなの撮ると思ってるんですよ。そうね、だから僕そうだから1万回を超えたいなっていうのがね、あるんでね、そうなんですね。ここもね、今度走れたらね、これもできれば、ノイズになっちゃうんだけど、ここを、はい、はい、いやということで今回は GoPro を登場させましたが、ね、車載カメラで360度 VR 撮れるカメラあるんですよ。これを撮るとですね、柳瀬さんからですね、褒められるんじゃないかなと。あ、なるほどね。私ね、柳瀬さんで以前ね、中古車買ったんですよ。それで泉とか長町の営業の方にですね、私撮影の仕事してるから、ちょっとショールームの車撮らせてよって言ったらですね、鼻で笑われてましたね。やっぱりね、あのブランディング非常に確実に、ね、本社とか、日本ブランドっていうものをもうやっぱり追求されてるので、私ごときに公式な動画を撮らせるわけがないみたいな感じなんですが、ちょっと待ってください、院長、はい、前を走っているこのトラック、これですね、これ素晴らしい、篠原クリニックにもこれちょっとコラボで、あー素晴らしい、はい、篠原院長、看護師を琴さん見てますか、院長と走ってたらですね今日はこれ西トンネルですね、そうですね、はい、明るくなって、あーパッチリ、嘘、あの写真がですね、秋吉選手なんですよ、秋吉選手今ですね、ランキングはまだまだ、横にもこれ書いてあるはずなんですよ、そうですか、
と言ったら、ああマークだけでしたね。ええ、これ斜めがかっこいいですね。ETC を利用できません。一般のレーンを通行してください。やりました。いやこういうことですよね。こういうことが起きるんですよ。すごいな。本当にすごい。そうなんですよ。ちょっとこの前もですね、秋吉選手のところで村山運送さんのトラックのところですね、撮影してきたんですが、あっ、ばっちり映る、ここ、これ、山形の村山運送社長、これ、どうでしょう、タイアップカット、はい、村山地方っていう言い方するじゃないですか、はい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 、沖玉村山っていうようなね、地域名のはずなんです。そこに南陽市で、あの伊勢神宮みたいな熊野大社って立派な、そう立派な神社さん、はい、あのね、本当秋吉選手ともいや山形ロケやっちゃったらすごいんじゃないですかねなんて話してたんですけど、まああのレース業界真夏がもう鈴鹿の八体ですとね、あもう到着ですね、はい、シーズンが鈴鹿も準備中ですし、それはシリーズがやはり9月10月ぐらいまで、はい、ここあですね、撮影してもいいですか、はい、いいですよ、ちょっと店内はね今回はやめておこうかな、そうですね、あまりゲリラやんない方がいいですからね、はい、はい、なんせですね、院長も社会的な地位のある方ですし、村山さん行きました、安全点町並み編集部もですね、今まあ警察の署長と一緒にインタビューしたりですね、学校の校長と動画撮ったりしてますね、もうね本当安全運転のね、はい、これはね、ですので、まあ、撮影に関してもですね、やはり、コンプライアンス非常にそうです、はい、本当にねしちゃおうかなと、非常に慎重にですね、やっております。いやしかし豪華な車載動画になりましたね。まあね、こればっかりはね、例えば誹謗中傷やネガティブな話は当然いけませんけども、まあ素晴らしいお肉を素晴らしい価格でご提供いただけるということだと、はい。この後は静かにしますので、道路のところなので、これぐらい喋らないと入らないですね。はい。じゃあ、ここの看板のところまで行くので、こうですね。はい。はい、OK です。